皆さん、お疲れ様です。タクです。いや、今日久しぶりにね、まあ、仕事ネタというかさ、まあ、多分皆さんもね、これ悩んでると思うんで、あの、共有ね、したいなと思います。えー、よろしくお願いします。で、まあ、何かというとね、まあ、この時期、この12月といえば何、何ですか皆さん。 12月といえば、ボーナスの時期ですね。で、まあ、このね、ボーナスの時期なんですけど、またね、あの、あれですよ、コロキチ君がさ、悪さをしてさ、もう、大変なことになってます。で、おそらくね、夏のボーナスも、ほとんどの業種で、まあ、もちろん一部ね、IT とか、あと、 あのなんだろう。その、全く関係なくボーナス出る業種もありますけど、多くのね、業種は、仕事は、おそらくね、ボーナス減ってるんですよ。ってか、おそらくってか、絶対減ってるんですよね。うん、なんで、この冬もね、まあ、厳しいんじゃないかなと思って、まあ、みんな、皆さんとね、まあ、共有したいなと思っております。いやーボーナスどうなるんだろうね。 うん夏はもちろん出たんですけど、でまあ、一応ね、僕、アンケートも取ってたら、なんかね、夏からもうボーナスがね、ないっていう人も中にはいて、まあ、本当ね、それぐらい今ね、社会が厳しいんですよ。うんなんでね、なんだろう。 皆さん多分ね、モチベーション下がるし、テンションも下がると思うんですよ。で、それはね、僕もすごくわかります。もうね、夏も去年より減ってるし、えー、今回もね、冬もねあ、あんまり期待できないんで、もうこのね、時期なんかね、だんだんね、疲れも溜まってね、まあこの写真の通りですよ、疲れも溜まってね、えー、なんかモチベーションも下がりそうなね、まあそういう感じです。 まあこれはね、皆さんと同じですね。うん。正直。で、まあ、ちょっとね、テンションがまあ低いというか、うん。テンションが低いですよね。で、まあ、正直ね、なんだろう。日本の社会って、あの、ボーナスが満額支給されるって前提で成り立ってるんですよ。まあ、これね、あの外国だったらあんまりないんですけど、 あのー、外国ってねあの、そもそもボーナスとかじゃなくて、インセンティブで、その給料って、あのー、1年で、あの年俸制なんですよ、外国って。分かりやすく言えば、あのー、てうのあのプロ野球選手とかさ、あるじゃん、年俸みたいな。ああいう感じで、1年の給料ってこうですって提示されるんで、その日本みたいにね、あのなんか、あの細かくね、 給料の内訳はこうで、こうで、えー、こういうものがあってとか、そういうのはね、外国にはないと思います。ほぼね。うん。ほぼないと思った方がいいです。で、日本がね、特有でね、細かく分かれてるし、なんかね、えー、ボーナスとかがね、えー、あ,あるんですけど、まあ、そのボーナスもね、ぶっちゃけね、込み、日本の場合、込みの期待。 込みの、まあ、額みたいな感じだから、そこがないとね、まあ、労働者にとってはね、かなりまあマイナスだし、もうやる気もなくなるだろうし、うんだと思います。外国は、あの、もう給料って決まってて、そこに対して、えっと、例えば売上に対してインセンティブがもらえたりとか、あと、まあ、年俸を、まあ、アップを交渉できるっていうシステムなんですけど、日本はね、あの、 あんまり、ね、その給料体系が良くない上に、また、ね、そのボーナスが減ったりすることで、さらに、ね、労働者の生産性というのは、ね、減っていきます。これね、あの当たり前なんですよあの。ボーナス込みの給料を、まあ、期待しているわけなんで、そこが減っちゃうと、ね、やっぱり労働者のチベーションも下がるし、生産性の向上に結つながらないと。 生産性を高めようと思うと、もちろん効率性もそうだし、どっちもそうなんだけど、やっぱりね、給料ってね、下がったりとかすると、まあ、年間のね、額なんですけど、下がると、まあ、それはね、全体的に、まあ、マイナスのイメージになります。まあ、日本社会がもうね、そういう、なんだろうな、あの悪い悪循環になってるんですよ。これね、あの別に僕がね、そう、力説しなくても、多分みんな分かってると思うんですけど、日本の社会がね、なんかね、その、 こうやってもあの評価されない、えー、給料に反映されない、でし,しかもね、ちょっとなんか景気が悪かったらね、あのすぐボーナスカットされて、えー、なんか日本の企業ってなんかだめだよねってみんなが思い始めて、もうそこなんですよ。さらにね、今年このねコロキチ君の状況でさらにね、そこを、ね、こう突っ走る可能性はどんどんありますね。もうねあの どんどんね、やる気がなくなってくるっていうところに行くんじゃないかなと僕はまあ思ってます。まあ、それがね、まあ日本社会の流れなんで、まあ、誰にもね、えー、まあ僕が一人がね、なんか言ったところで、まあ変えれな、変えれないと思うんですけど、うん、まあ、正直ね、そういうところあると思います。うん。でも、もちろんね、あのボーナスじゃなくて、年俸制の会社も多分あると思うんですよ。あの、外資だったりさ、あと、 なんだろうその年間の給料割る1人1人みたいな感じで出してるとこも多分あると思うんですけどでも多くはねそうじゃなくてなんか給料とボーナスで給料の内訳もね細かくなんかね、えー、なんか会社によって違うと思うんですけどその分かれててまあ相当ねそこにねなんか無駄がいっぱいあるというかさあんまりなんか生産性効率性を上げるようなさ あのシステムになってないなと僕はね、あの正直、まあ、若いんですけどそう思いますね。うん、でね、日本のねあの社会、社会,まあ、会社の悪いところってね、あの本社にね無駄にねあの人が多いと、え現場にあ,のあんまり使わなくて、本社にね人が多くて、本社の人に高い給料払って、事、え、務、ーまあ、とかも含めてね、あのー、なんだろうな、あのは 高い給料払って、あと人数も確保しするんで、結局、現場にそれが反映、あの給料が反映されないと、でまず、何でも本社,本社からってなるから、結局ね、労働者ってどんどん、まあ、やる気もなくなるし、えー、っとまあ、評価されないなって感じるし、えー、まあそういうところは正直言ってた、かなり、かなりあると思いますね。うん 日本がなんかね、そういうシステムになってるんだと思いますよ、うん、正直言ってね。まあ、でも外国もねあの、そんなこと言ったらさ、外国もあるじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、外国も確かにね、あのなんていうの、こう経営者がね、えー、すごい給料高いってとこもありますけど、そういう会社って基本的にあの売上とかも相当上げてるんで、そこに比例するんだけど、あの日本の企業でそんなね、あの売上立ってないのに、経営者がすごい、 もらってて、労働者がさ、給料が超低いとかさ、あと派遣ばっかりとか、外部委託ばっかりとか、まあそういうとこはね、結構日本の方が多いひどいと思いますよ。その、なんだろう。うん。は非常にあると思いますけどね。っていう感じで、えっと、今日は終わります。最後までご視聴ありがとうございました。